を見ればよだれがつるり、心ワクワク足元弾む、先祖代々二重人格、頭脳明晰 IQ はドラキューラ。It's paradise. It's paradise. 暮らしよいのさ、どんとパラダイス、どんパラダイス。どんとどんとどんとドラキュラ、どんとどんとどんとどんパラダイス。練馬の屋敷は It's paradise. It's paradise. 暮らしよいのさ、どんとパラダイス、どんパラダイス。ドンドドンドドンドドンパラダイス、パラダイス。ドラキュラ伯爵、トランシルバニアのキリニムセブ我が城よりこの世に復活し、今ここに参上。そなたの家具は敷地が所望じゃ。私はドラキュラ伯爵さん。伯爵様、もっと捨て。おぬしは伯爵様、せっかく初登場をビシッと決めたのに、これじゃシリアスなイメージが壊れてしまう。しししよくな、触るな、熱いで。私が飛び込んで離せ、離せ、離せ、助けて、悪夢で、悪夢が夢ならさめよ。ジョコラ初登場だから、かわいこちゃんぶりっこしちゃおっと。チョコラのキャラクター全部公開なんちゃって。お父さんもう夜よ、寝ぼけてないで早く起きて。はあ、夢でよかった。もうとっくにお月様も昇ったわよ。チョコラ、おはよう。またあの女の夢を見てしまった。日本へ着いた頃、つい間違えて血を吸ってしまったのが運の尽きだ。それ以来、夢の中にまで付きまとい、あの油切った首を差し出してくる。おお、悲劇よ。ちょいと出ました三角野郎が、人呼んで、コウモリのヤスター、あ、オイラのことよ。ほんでもってな、最近オイラの縄張りの練馬によ、ドラキュラってとんでもねえキザな野郎が現れたってんだ。あっち舶来、こっちメイドインジャパン。ま、おいら同様可愛がってくれよ。ほんじゃまあ、よろしくな。オランダ航空747便がただいま到着いたしました。お迎えの方は7番ゲートの方へお越しください。トランクを開けてください。うん。いやー、ここ、こりゃ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 、なんだ。見ての通り、杭と十字架じゃ。この中に麻薬が隠されていたりして。失礼なことを申すな。正真正銘の歴史とした杭じゃ。うん、調べないと杭が残るのでね。ブレーブロー、バラバイを誰だと心得る。この鉄ペタの
青技が目に入らねえか。わらばいこそオランダのヘルシング教授じゃ。ヘルシング？フーシング？いや、ヘルシングだ。ああ、ケツはケツでも不潔だな。わらばいのことは妖怪怪物を扱った本にごちゃまんと出ておる。これでも有名な吸血鬼の研究家じゃぞ。お見揃えいたしました。わらばいは世界中を駆け巡って吸血鬼を退治しているのじゃ。そして今この日本に我が宿命のライバルドラキュラがおると聞いて、やつの胸にこのクイーンを打ち込むためにやってきたのじゃ。文句はかありません。いやー、やめろ。お父さんどうしたの？嫌な夢だった。胸に杭を打ち込まれてな。ああ、恐ろしい。嫌な予感が胸に迫る危機。イゴールに冷凍血液でも持ってきてもらう？おお、チョコラ、お前はなんと優しいんだ。ドラキュラ感激。オーバーね。さて、もう一眠りして久々に美女の血を吸いに出かけるか。美女の血は熱く情熱に満ち、かぐわしき愛の香りがする。うん、高田のババの松谷中学校へ行ってくれ。ドラキュラ伯爵、調べはついている。覚悟しろ。どうしました？お腹でも痛いですか？大丈夫っすか？いいからさっさとやれ。ゆっくり急げ。振動させるな。大声も出すな。え、あー、たまりません。よし、ここはチョコラが通ってる夜間中学なんだ。ほら、ドラキュラー族は太陽の光浴びると灰になっちゃうだろ。だから昼間の学校には行けないわけよ。じゃあな。ご冗談を。今時吸血鬼だなんて。笑い事じゃないですよ。吸血鬼は実在する。20世紀の今日でもただ人間の姿をしてごく普通の生活をしておるからわからないだけなので。信じられません。信じようとせん者には信じられ。だが吸血鬼は人間の血を吸うだけではないのだ。血を吸われた者もまた吸血鬼となるのじゃ。だからこの地球上から絶滅させなければならない。その吸血鬼と本校とどのような関係にあるとおっしゃるのですかな？一匹確かにここにいる。それも生徒とは限らんのだ。ほほう。あ、いや失礼、あなたは違ったようじゃ。だが放っておくと全校生徒がいずれ血を吸われますぞ。いや、どうしろとおっしゃるのですか？わらばいを臨時教師に雇いなさい。きっと吸血鬼を突き止めてみせます。臨時教師ね。そう、どの生徒か知らんが、この十字架を見せればそやつは必ず怯えるからわかるというわけです。なるほど。ちょうどさっき美術の先生が予定より1ヶ月も早く産気づき、急に入院して困っていたところなんですよ。あ、美術、それは好都合。美術に国境はない。世界は一家、人類皆兄弟じゃ。ところでサラリーのことですがね。ああ、サラリーね。何、ほんの100万円くらいでいいわ。気に障ったかな、サラリーと言ったのに。本日よりお前らの美術を受け持つヘルシング教授である。ダッサイおじんだね。とっともや、うるさい、落ちこぼれどもが。今日はまずこれを写生してもらう。なんでヌードじゃねえのかよ。なんならわらばいがモデルになってやろうか。おじけづくやつはおらんかな。ほれ、先行できたぜ。え、なんだクレームの目が。あやー、えい、よく見ろい。なんだこら。あ、おめえの顔じゃねえか、似てるだろ。貴様の目は顔のほころびか。ヨーロッパのハンサム教授を捕まえてこの程度しか描けんとは、なんたるオンチ。なんだと？じゃあ手本書いてもらうじゃねえか。いいぞ、待ってやっちゃえよ。かー、校内暴力、松谷中学、お前もか。何をわめいてるんだよ、さ。ああ、UFO。え？うわー、ちょーちょー、怖いの。あー、ドラキュラの娘出てこい。どこに隠れておるのじゃ。どこの暮らしにいるのじゃ。おい、
そう、何がどう変なんだい、そのヘルシン。え？で、ヘルシング教授だと？どうだんだら？どうしたのよ、お父さん。それで何しに来たんだ学校へ。美術を教えるんだって、夜間中学の全部のクラスで。まさかあのヘルシングか。それでチョコラ会ったのか。ううん、美術は明日だから。お父さん知ってるの？知ってるどころか、やつは10年来このわしを追い回し何度も対決した恐るべき敵じゃ。今世紀随一のドラキュラハンターだ。そして二度三度この胸に杭を打ち込まれそうになったこともある。うわドラキュラ伯爵、潔くわらばいの手にかかり永遠の眠りにつけ。うん、ニンニク。お次はゴリラ。どうドラキュラ破れたり。うわあ、ドラキュラ覚悟。うわあ、いてたたたたたあおいてたたただが危機一髪というところで、いつもヘルシングが持病を起こしてくれたため、お父さんは危うく命拾いをしたのだよ。へえ、でもなぜ学校に来たのかしら。言うまでもない、奴は私たちを嗅ぎつけたのだ。奴はしつこい鼻を持っているからな。お前を狙っているんだよチョコラ。じゃないチョコラ、学校を辞めるんだ。出ないと危険だ。今にヘルシングに杭を打たれて殺されてしまうぞ。でも私その人に恨まれるようなこと何にもしてないもん。恨まれなくたって殺されるんだ、そういう宿命なの。そういうことになっているんだ本来。じゃあよ、学校辞めるなんて吸血鬼の娘だってこと隠しときゃいいんでしょ。待てチョコラ、真面目に聞け。お前の命が危ないんだ。私絶対学校辞めないわよ。だって信彦君と別れるの嫌だもん。なんてことだ、まったく父親の愛より友達を選ぶなんて。ヘルシングの休め、わしの可愛いチョコラに手を出すとは許せん。ドンドラキュラドラキュラ。はい、伯爵様。また化け物。伯爵様。あいにくご主人様は留守でやんす。嘘。いや嘘でねえの、本当だ。お嬢様の授業参加に行ってるでやんす。そうなの。おじさん代わりにチーズで。いえいえ、めそうもない。そう、じゃあ私帰る。おじさんまた来るわ。ご主人様、ご主人様、やっと帰りましただ、あの女。イゴール、馬車の用意をしろ。まさか学校に。そうだ、チョコラの身が気がかりなのだ。いい、ダメでございますだ。それこそヘルシング教授の思うタコツボでやんす。しかしチョコラの身に万一のことがあった。お嬢様なら大丈夫、ご主人様とは出来が違うでよ。うっそ。これはご無礼おば。つい本当のこと。どう。おいやこそドラキュラの娘を引っ捕らえ、やつの居場所を吐かせちゃる。うるさい、ジャンコ。わらばいこそかの有名なヘルシング教授だ。いいか、今日はこれを射精するさ。
なぜ君はそんな真っ黒いメガネをかけとるんだ？その十字架が光って眩しくて。ごまかすな！ついに見つけたぞ！メガネを取れ！取ってこの十字架を見ろ！いやー！あー、ほら、バッチ！ついに捕まえたぞ！さあ、そのメガネを取れ！それともわらばいの手で取ってもらいたいか？あらよー！やーにまったー！パジーとトイレはどこじゃー？えっ！何をなさいます？ここは校長室！かまいません！ヘルシング校長！大丈夫ですかな？いやヘルシング教授、ほら、開けるな。わらばいはイボジなんだ。興奮するとイボジが飛び出すんだ。イボジ？ああ、わらばいは関東生のイボジでな、幼少の時からそれはものすごい出血で貧血症になったんじゃ。お気の毒に、私もイボジになりそう。それ以来血を奪うやつ、例えば吸血鬼みたいなやつには腹の底からムカッ腹が立つんじゃ。だがどうやら吸血鬼を突き止めましたぞ。一体誰です？いや、それはまだ申し上げられません。いたずらに子供たちを騒がすだけですからな。松陰と欲すればまず馬を言いよ。今は泳がせてその住処を突き止めるつもりです。おばんでやす。痛そうだったな、ヘルシング教授は。なんてのんびり挨拶してる場合じゃないんだ。チョコラが危ないんだ。つけられてるわ。なんとかしなくちゃ。おじさん、おじさん、助けて。おお、助けてやってもいいが、俺は本庁の村井だ。あんたのおじさんではない。お願い、今変な人につけられてるの。助けて。なんだって？どこだどこだ。犯罪の匂いがするぞ。どこだ？貴様が犯人か？あ、ちょい、いやー、そこつつくなー。たたた、今のうちだわ。見たぞ、コウモリになって逃げるとはやっぱりドラキュラの娘。これは伝書鳩ならぬ伝書コウモリ。さあ、あいつの後をつけてわらばいを案内せえ。屋敷もろともそっくりトランシルバニアから引っ越してきたとは知らなかった。この屋敷のことならわらばい隅から隅まで知っとるのだ。確かここいらに地下室へ通ずる入り口があったはずだ。ここだ。蓋が閉まってるとこを見ると二人とも中だな。覚悟！みゃっか。あら、いない。よし、あっちだ。うえっ！あら、こっちも空だ。くそ、せっかくドラキュラを見つけたというのに。バカバカバカ！来た！
イレ、トイレはどこかしら。あー、痛い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 。あー、トイレ、もう間に合わん。やめた一巻の終わり。痛かった。あー、痛い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 。ヘルシング教授、あ、我が宿命のライバルよ、よくぞここを突き止めた。褒めてやる。今日こそ息の根を止めてやるぞ。ちょっとちょっとトンマ、今日は休戦、休戦じゃ、また出てしまったの。まさかわしの棺の中で。そうじゃない。よかった、仕方がなかったじゃ。やっぱりやる気じゃなかったじゃ。でもトイレはないし、間に合いそうもないし、どうしようもなくて。貴様はいつもそれではぐらかすのだ。出ろそこ。怒るな。これのおかげでお前だって命拾いをしたんじゃないか。あじじあじじあ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 じ。悪かった、興奮しないで新品の棺桶買ってやるからな。ちょうどいいよんだね。この棺はな、ドラキュラ家がセット代々使ってきた由緒ある棺なの。きれいにして返せ。いや、分かった分かった、洗うよね、消毒するからな。ほらな。変な宿命のライバル。いいか、本当によく洗え。やるよ、きれいに洗うよ。チョコラ、お前の中に入れても。いいわよ、早くして、夜が明けてしまう。ありがとう、チョコラ。いいか、ヘルシング、日光消毒も忘れるな。分かったよ、やっとくからおとなしく寝てろ。お父さん、ブズブズ動かないでよ。はい、すいません。Oh, soon.